石川さんの衆ヘズマリオが本人証拠を載せて自撮り釈放をツイートしました仮釈でしょうんまあおとなしくしてないといけないやつだねうん仮釈はまだわかんないからね大体あの仮釈放された人ってあの言うセリフ決まってんだよそう今は弁護士から喋るなんて言われてますとか何も喋れないんでなんかいろいろ決まったらとかいろいろ終えたら喋りますとかって言うんだよね大体そうなんだよ 同じなんだよ。何も喋るな、何も喋、喋れば喋るほど自分に不利になるから、なんかあの、基本喋りませんって言うんだよね。だからだ、だいたいそういう人は仮借だね。うん。あれ、どれ、どれくらいお金払うんだろうね。芸能人でもそうじゃん。仮借放されるのにさ、あの、結構お金積むじゃん。いくらかみたいな。何百万とかさ、何千万とかって積むでしょ。保釈金みたいなやつあるじゃん。そう。 ヘズマンの場合は150ぐらい、150万ぐらいと言われてる。えー、で、それで、あの、まだ裁判がこれからだから、下手なこと喋れないってことでしょ。うん。なんか喋れば喋るほど自分の裁判にもしかしたら不利になるかもしれないから、あー、あのー、 喋れないってことだよね。だから裁判をして、まあ、結果が出れば、また話せることもあるのかもしれないけど、それまではなんか、ペラペラ喋ってね、不利になっちゃうあれだから、お口チャックしてるってことでしょ。出てきたけれども、まあ、身動き取れないみたいな感じだよね。あのさ、俺ショックだったのがさ、あの、出ちゃうっていうさ、あの、パチンコスロットのさ、媒体があるんですよ。雑誌とか昔テレビとかでもやってたんだけど、まあ今さ、いろいろあるんだよ、パチンコスロットでも。媒体。まあ、簡単に言うと事務所みたいなもんだね。 うん、YouTube だとさ、UM とか、いろいろあると思うんだけど、Key とかさ、あると思うんだけどさ。まあ、スロットパチンコにもそういうのがあるんですよ。簡単にと媒体っこ事務所みたいな。会社会社だねまあ、会社があるんですよ。で、あのー、YouTube とか、まあ、その他、なんでもいいんだけど、あのー、 一般人から上がる人もいるけど、まあ、その会社とか事務所に所属して、あの、まあ、半分タレント活動みたいな感じで、それロパチンコ打ったりとか、本書いたりとか、えー、お店回って来店営業したりとかってするんだけど、そこのね、出ちゃうの、まあ、正式メンバーってわけじゃないんだけど、あの、研究生みたいな人がいてえ、最初、なんかそういう研究生からやるんだよ。 研究生からやって、まあ、知名度ついたりとか、まあ、金、まあ、簡単に言うと金になるとか、仕事になるってなったら、まあ、上に上がれるような感じなんだな。で、まあ、あのー、まあ、俺はさ、その、出ちゃうの、編集部のヒゲンジンさんとか、その他、あの、ピスタチオ田中さんとか、あの、来店に行ったりとか、まあ、ちょこっと絡みもあったりもするんでね、動画出させてもらったりするのもあるんで、まあ、僕よく見てるんですけど、正直その男、まあ、男性より、その出ちゃうっていうのは、結構可愛い女の子を雇ってるんですよ。 結構可愛い女の子を何人か雇ってて、ほんで、まあ、その中でも、その編集部員じゃないけど、まだ、研修生の女の子が、俺結構見てくれが好きで、なんかツイッターフォローしてて、チェックしてんだよ。会ったことも一回もないし、見たこともないんだけど、あの、まあ、地方の子なんだわ。地方の女の子なんだけど、なんか結構可愛いから、あの、チェックしてたんだよ。チェックしてたんだけど、なんか可愛い上にか、その子の素行なのかわからないけど、なんかあの、自分の、 5チャンネルとか狸とか見ないんだけど、そういう他のタレントさんとかの掲示板とか見るのは結構好きで、なんかその可愛い女の子についてなんか結構暴露じゃないけど、なんかちょっと書かれてたんだよ。昔ね。うん、その子のことが可愛いなと思って調べた時にパッて見えちゃって、その掲示板みたいなのが。あって書かれてて、なんかその、 お、男遊びが激しいとか、なんか実は子供がいるんだとかって書かれてて、でもなんかその子はもう若々しくて可愛くて、なんかそういう感じには全く見えないんだよ。あ、だから、なんか同じ、例えば同性の女の子とかが可愛いからって言って妬みで匿名だからって言って掲示板にね、そういうなんか適当な情報はって書いて、まあその子じゃないけど、だから嫌がらせし,してんだろうな、なんていうふうに俺思ってたのよ。そういうのでね。そう。や別に信じてはないんだけど、あ、なんか女の子のことっていろいろ書かれるよな、みたいなふうに思ってたのね。 もしたら、今日、なんかあの、ある、その、パチンコスロットのまとめ、サイト、あの、人がね、記事をポンと開けて、何の記事かなと見たら、その女の子の記事だったんだよ。 その、俺が応援してる女の子の記事で。で、どうした記事に上がってんじゃんみたいな。でも、いい記事かな悪い記事かなって、結構ネガティブな記事とか、もうあるんで、やっぱ人ってさ、そういう人の不幸とか、やらかしとかをさ、アクセスするから、まとめる人たち、まとめる人たちも、いいことばっかじゃなくて、嫌なことも結構まとめるんですよ。数字取るためにね。広告収入を得るために。だから、どっちの記事かなみたいな。いい記事かな悪い記事かなと思ってパッて見たら、めちゃくちゃ悪い記事で、すごい悪い記事だったんだよ。 すごい悪い記事で、で、何かっつうと、なんかその、車に乗っててね、車に乗ってて、なんかその友達と一緒に車乗ってたんだよ。友達、友達と一緒に車乗ってて、その友達が、無免許、飲酒運転、事故なんですよ。その友達がやらかしたのが、無免許で運転して、かつ飲酒運転で事故ったんですよ。で、それに同情してたっつうんだね。 うん。それに同情してたんだけど、事故った後に警察に対して、その友達が運転してたのに、私がやりましたっつって、その事件を隠蔽したっつんだ。んで、それで、とっ捕まっちゃったんだよ、その子が。そう。やばいじゃねえかって話で。<laughs> そうそう。で、そのまとめに、その、その女の子の、なんか Twitter じゃなくて Instagram の方に、 そのファンの子たちとか友達とかの書き込みで、なんか本名がチャラチャラチャラって書かれてたんだよね。で、その事件の逮捕者の名前が本名出るじゃないですか、成人してたらさ。だから、あの、もう丸っきり一致してるわけですよ。丸っきり一致してるし、年齢等もね。そう。だから、捕まってんじゃねえかっ、つって、もう記事に上がっちゃったの。で、かつ、その子本人は、本当はなんか、えー、今日あたり来店の仕事があったんだけど、急にツイッターもパターンって止まったから、もう、 もろじゃん、そんなの。あ、もう、ここお縄になったから、もちろん仕事もできないよね。もう、はい、行っちゃってるからね。そう。だから、あ、そうだね、って言って。ほんで、あのー、そのニュースの記事を見たら、その、まずそもそも事故を起こしたやつはもうやばいよね。だって、無免許飲酒運転事故っていうのう、トリプルコンボみたいな。で、それを隠蔽したまるさんも逮捕、つって、その、隠蔽したまるさんが、その出ちゃうの、あのー、 研究生なわけですよ。んで、車の中には、なんか子供二人が乗ってて、みたいな。あ子供ってっていう話で、そういえば何ヶ月も前に、その掲示板にね、あの、この女は男と何かやってんぞとか、あの、こ、実は子供がいるんだ。隠してるけど子供がいるんだとか言うけど、そのニュース見たら車に子供が二人ぐらい同情してるっつうもんだから、 うわ、でもあの時のやつって結構やっぱ当たってたのかいっていうところで伏線回収かっていうので俺の中でそれを見てたからその掲示板のやつを間違ってなかったのかって俺は当時はそれをなんかこうやって可愛い女の子だから適当に書いてんだなとかって思ってたんだけどそういうことかっていうところでね掲示板を馬鹿にできないなっていうところなんだけどでその友達が相当な悪であのー 無免許になった理由っていうのが死亡事故起こしてんですよ。死亡事故起こして免許ないんですよ。なのに無免許で飲酒運転するんですよ。とんでもないワルで。そう。ね。やばい人みたいで、なんかパラパラパラっていろいろ調べると出てくるんですけど。マジかというね。そこにその研究生乗り込んでるわけですよ。乗り込んでるかつ、その事件を隠蔽はかなりやばいだろうっていうところで、 うん、いやーつって。で、あのー、その研究生の女の子と、あの、仲良くしてる、まあ、正規の、あのー、編集部員の女の子とかもいるんだけど、もうお口チャックだわな。今日とかも普通につぶやいてんだけど、もう一切そのことには触れないんだけど、デチャーさんはそれをどうするのかなっていうのが俺はワクワクしてて、いやもうさすがに広がっていったらやばいから、やばい内容じゃないですか。内容からすれば相当やばい内容なんだけど、一応、 その、編集部員じゃなくて研究生だから、トカゲのしっぽ切りでなかったことにするのか、それとも、何かしら触れるのかなっていうところで、でも今のまま、今の感じだとずっとお口チャックだから、俺がわざとこうやって放送で触れて、触れさせようとしてるんですよ、僕は。まあ、ね、池さんもよくしてくれたりとか、ピサタチオ田中さんすごい好きなんだけども、でもこれの件はまた別物で、 どういう話をしてくれるのかなっていうところで、知らない人も多いからこの話を。ま、俺話するしかないかなっていうところでね。うん。いなかったことにするとか、あんな可愛い子いなかったことにするって、それはないでしょっていうふうに思ってましてですね。ええ。そう。だから俺前も放送行ったんだけど、一回九州なんかのね、機会でね、放送とかで行く機会があったら、来店行ってみたいなとか、前もちょっと触れたことあると思うんだけどね。あの、ピスタチオ田中さんにも言ったもん。 僕あの、最近、つって出ちゃうの子で、すげえ可愛くてタイプな子いるんすよ、つって。え、誰のり兄ちゃん誰なのって言うから、あの、九州の編集部員の子で、とええー、みたいな知らんのかいと思ったあ、両方とも女の子だよ。つか、やばいのがさ、だって友達だからさ、その子が昔さ、死亡事故起こしたのも無免許なのも、もう飲酒してるのも分かってんのに子供乗せて車乗るってのはやばいよ。 うん、自分が運転してたしてないとかじゃなくて、普通にやばい、うん。だって今って別に本人、助手席に乗った人が別にお酒飲んでなくても、運転手がお酒飲んで運転してること分かってる時点で、助手席の人も罪だからね。うん。どっちにしても。かって言う。しかも執行猶予中だからね。もう完全アウトだよね。もうかなりの投獄ですよ、マジで。まあ多分アウティだよね、その友達はまず。 友達はまず、もう、もうやばいよね <laughs>。フルコンボでしょ。だって、死亡事故かつ執行猶予中飲酒運転無免許事故でしょ。<うん S 2> 5から10ぐらいはもう入っちゃうよね。でもなんだろうな。なんかその、ねあの、ああいう可愛い顔してて、やることエグくて、それはそれで、なんだろう。 あの、なんか、魅力じゃないけど、すげえなって思っちゃうよね。なんかさ、あのー、失礼だけど、アジャコンクみたいな見た目で、そういうことやりましたって言ったら、でしょうねって感じだけど、そういう見た目でやることえぐいなっていうところで、ヤンキーかっていうね。まあ、ヤンキーなんでしょうね。強盗でしっこそうそう。その、無免許飲酒運転、事故った人は、死亡事故もだし、強盗もそう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 。 ご、<laughs> やばいからマジで。すごいからね。強盗もだよ。そうだそうだ、強盗も。いや、なんか、あの友達と一緒に老人の家に忍び込んで金盗んだんだよ。確か。80歳ぐらいの、なんかおじいさんの家に突撃して、なんか金品を奪ったんだよ。確かね。<laughs> ちょ <laughs> ちょっとなんか苦笑いだよね。そこまで行くとね。<laughs> 救いようもない、マジで。救いようもないよね、マジでね。二 <laughs> 十歳でそれだからねって。救いようもないよな、本当にな。ねえ。<laughs> 別にとそれを友達でいることが割とは何も言えんしさ。普通は縁切らないのと思う人がほとんどだろうけど、やっぱ。 あのそれでも何かつるむ理由があるのかもしれないけどかといってでもねその犯罪の片棒を稼いでしまったら片棒を稼いでることになるわけだからねもうアウティだろうね表の仕事はね。